はい、どうも皆さんこんにちは、キョキョです。なんでこんな配信にしてるかと言いますとですね、もう少しでダンホールが上がります。いやーもうですね、本当に長かったですね。私いろいろなことがありまして、かれこれダンホール7を本当に6ヶ月近くやってるんですよね。もう半年以上もうぐだりにぐだりまくって、私ダンホール8に早上げしましてですね、全部薄い紫壁の時点でもうダンホール8にしていて、濃い紫壁、そしてこのドクロ壁にしなくちゃいけないという、すごいね大変な思いをしてきました。ですけどですね、ちょっと壁がちょっとねまだ上がりきってないんですよ。あと全部上げたんですけども、隠しテスラがですねあと1段階ずつ上がるんですよね。それがちょっとめんどくさいんでちょっと省いちゃったんですけど、あとは全部防衛施設もマックスにしました。そんなわけであと1分、もうすごいですね。ちょっと雑談になっちゃうんですけども、今回雑談動画です。もうほんと6ヶ月ですからね。3月の時点でババキンまだできてなくて、そうですね、おばあちゃん家でババキン作ったの覚えてますわ。いやーちょっとこれはタウンホール9楽しみだよ。本当にもうクラン戦でも大活躍みたいな感じになっちゃいますからね。はい、ちょっとまあこの隠しテスラとかはいいとして、すごいね本当に。大砲とかウィザードの塔とか確かレベル3でしたよ本当に。そして課金というか、まあ、ポイントサイトでポイント貯め始めたのも結構最近で、もうほんと大工4人目5人目にしたのが本当に1ヶ月前とかに1ヶ月半ぐらい前、そんぐらいなんですよね。タウンホール8に来るまでずっと大工3人、そして序盤になるまで、なんでそうですね2ヶ月ぐらい前まではずっと大工3人でやっておりました。あの壁上げ体制の時、壁大工用1人、壁専属の大工1人で、あとの残り2人でずっと作業している感じだったんで全然進みませんでしたね。なので皆さんは課金をすることをお勧めいたしますという、そんなことを話している間に残り時間33秒。いやー長かった6ヶ月。このオレンジ色のタウンホールを見るのはもうないでしょう、てかないです。いやドキドキしてます。私大工も4人開けときました。壁用の300万も開けときました。さて14秒13、いやちょっと待ってください、これ本当に19 8 7 6 5 4、大ホールあっちありがとうありがとう。いやータイホール9になりました。いやーちょっと長かった長かっ実況者っぽくなりましたね今。長かった、タウンホール8、タウンホール9になりました。いや実感湧かないですね。あ、まあこんなことしてもあれなんで、これからタウンホール9のクラッシュオブクラン実況今日よろしくお願いします。ということで頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。